このタイトルを見てツインレイとの間には波動が起きるってどういうこと？と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。実はツインレイとの波動には秘密があるのです。どんな秘密が隠されているのか、この動画ではツインレイの波動に関する特徴や波動を通じてツインレイを見極める方法について詳しくご紹介していきます。スピリチュアルの世界では波動とはエネルギーが波のように振動する概念を指します。これはツインレイにおいて極めて重要であり、スピリチュアルな見方では様々な波動が存在するとされています。宇宙の波動などの言葉も耳にすることがあるでしょう。例えば誰かと対話するとき、そのコミュニケーションからエネルギーが発生します。そしてそのエネルギーの中にも波動が隠されているのです。ツインレイとの出会いにおいて魂の波動が同じであることが特に大切にされ、お互いが波動を共鳴させていくことが重要なのです。今波動の意味を理解したところで、次に注目すべきはツインレイと波動の関係です。先ほどツインレイと波動が深く結びついていることをお伝えしました。実はツインレイにとってお互いの波動を合わせるというアクションは、出会いの瞬間から終着点である魂の統合まで不可欠な要素となります。なぜならツインレイ同士が波動を調和させることは、魂の結びつきを深め統合へと導く過程において必然的なステップだからです。ツインレイと波動にはどうして関係があるのか、という疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。ここではその関連性について詳しく説明していくので、ぜひこれを参考にしていただければと思います。ツインレイとは同じ波動を持っている。ツインレイは同じ魂を持っていると言われる特別な存在であり、同じ波動を共有しているとされます。これは生まれながらにしてお互いが非常に特別なつながりを持っていることを指します。同じ波動を持つ理由は、ツインレイ同士が生まれる際に同じ魂を有しているからです。ただし二人は生まれてから異なる人生を歩み、様々な経験を積んできました。このため波動の高さも経験によって変化すると言われています。波動が異なる場合、ツインレイ同士は出会うことが難しいとされています。そのためお互いが様々な経験を通して魂の波動を上げ、再び同じ高さの波動になることが重要とされます。ツインレイとの愛の波動は軽い。ツインレイ同士の愛の波動は非常に純粋で軽いものとされています。愛の波動には通常ある程度の重さがあると言われますが、ツインレイ同士の関係においてはその波動が純粋であるために軽いとされています。この軽さがツインレイ同士が深く結びつきながら成長できる要素となっています。軽いからこそ愛がより自由で透明に現れるのです。ただしこの軽さは一瞬で消えてしまうものではなく、むしろツインレイ同士の絆をより強固にしていく要素となっています。ツインレイの波動は潜在意識レベルに届く。ツインレイの波動はお互いの潜在意識に届くことがあるそうです。これはお互いが同じ魂を持っているからこそ、魂の波動が同じであることが理解されているからです。同じ波動を持つことはお互いがツインレイであることを理解できる手がかりとなります。だからこそツインレイ同士は初対面でも直感が働き、この人は自分のツインレイだな、きっと特別な存在なんだと感じることがあるんです。この波動の共通性がツインレイ同士の特別な結びつきをもたらしているんですね。直感的に相手がツインレイであることを感じる瞬間は、その波動が潜在意識の深いところまで届いているからこそ生まれるものなのです。ツインレイ同士のつながりは特別な存在として認識し合えることから始まります。波動が同じであることがお互いの潜在意識に訴えかけ、
理解を生むのです。そして、この理解が初対面でも感じることのできる直感につながり、お互いが特別な存在であることを確信させるのです。先ほど、ツインレイと波動の関係について詳しく説明をしてきました。ツインレイにとって波動はとても大切なものであり、出会うためには同じ高さに設定するべきということが分かったのではないでしょうか。では、ツインレイにとって波動が大切なものであることが分かった今、皆さんに知っておいてほしいのが、相手がツインレイなのかを見極める方法です。実は、ツインレイに出会うと、自分の中の波動エネルギーが変わっていくと言われています。それを感じられないと、相手はツインレイではない可能性が高くなるので、ここで判断する方法を覚えておきましょう。自分の波動が軽やかに感じられる。ツインレイに出会うと、自分の波動がぐっと軽やかに感じられると言われています。これは、ツインレイとの愛の波動が純粋で軽いから、ツインレイとの出会いにより、あなたの波動が軽くなることは、魂の統合に向かって歩み始めたサインです。喜びや嬉しいことがあると、気持ちが軽くなり、スキップしたくなるような感覚ってありますよね。それと同じく、ツインレイとの出会いが、あなたにとって喜びとなり、軽くなっていると感じることができるでしょう。自分の波動が穏やかに感じられるか、ツインレイは、同じ魂を持つ、究極の双子とも言える存在です。ツインレイと一緒にいると、ウキウキするだけでなく、一緒にいるだけで安心し、心が落ち着く時間を共有できると言われています。ただ単に隣にいるだけで、安心感を感じられる存在は何よりも大切なものですよね。そうした時間を共有することで自分の波動も穏やかになると言われています。最近、心がずっと落ち着いていて波の高低差がなくなってきたと感じるときは、もしかしたらツインレイとの出会いが波動を穏やかにした結果かもしれませんね。自分の心の変化に敏感になりながら、ツインレイとの関係がもたらす影響を感じ取ってみてください。幸せな気分に包まれているかどうか、最近ずっと幸せな気分に包まれている方は、おそらくツインレイとの出会いの影響が出ているのかもしれませんね。先ほども触れましたが、ツインレイとの出会いによって、自分の体がとても軽やかに感じられると言われています。心も穏やかになり、ツインレイとの出会いが精神的な安定をもたらすことが期待されます。この穏やかさと安定感が気持ちをとても軽くし、楽になることにつながり、それが多くの場合、幸せな気分に包まれる要因とされています。ツインレイとのつながりが日常の中で喜びや幸せを感じやすくしてくれるのでしょう。ここまでツインレイと波動の関係についてお話ししてきました。ツインレイとの出会いが自分の波動に良い影響をもたらすことが理解できたでしょうか？心が安らぎ、気持ちが軽くなるような高揚感を感じるのは、まさにツインレイとの出会いがもたらす波動の変化の影響と言えます。これまで相手ツインレイから受け取る波動の効果に焦点を当ててきましたが、逆に自分から相手に良い波動を送ることもできるんです。では、ツインレイに向かって良い波動を送る方法について紹介しましょう。お相手への純粋な愛だけを感じる。ツインレイへの純粋な愛を感じることが良い波動を送る大切なステップです。ツインレイとの関係を深めるためには、純粋な愛を抱くことで、二人の愛の波動が特別で深いものになり、共に過ごす時間が穏やかで心地よいものに変化します。過去に気になる人や忘れられない人がいたかもしれませんが、ツインレイとの出会いを通じて、互いに良い波動を送り合い魂の統合を目指すなら、ツインレイの純粋な愛を感じることが大切です。これが、二人のつながりを深める基盤となるでしょう。自分の幸せな気持ちを伝える。
ツインレイに良い波動を送る方法は、実は身近なものから始められます。波動は感情のエネルギーとして存在しており、言葉や態度で相手に伝えることができます。感謝の気持ちを伝えることで、相手に良い波動を送ることができます。具体的には、感じている感謝の気持ちを言葉にし、相手に伝えることがポイントです。相手はその感謝の気持ちを受け取り、良いエネルギーを共有することができます。これが、良い波動を相手に送る、シンプルで効果的な方法です。二人の幸せな未来を思い浮かべる、ツインレイに向けて良い波動を送りたいなら、将来の幸せなイメージを共有しましょう。ただし、この幸せの形は結婚やお付き合いといった伝統的な概念にとらわれず、むしろ枠にとらわれない幸せをイメージすることが重要です。具体的な形にこだわるのではなく、二人が穏やかに共に過ごし、幸せを感じる瞬間を思い描くことで、お互いにとって心地よい波動を作り出すことができます。形式にとらわれず、お互いが心地よく過ごせる未来を思い浮かべることで、良い波動が、二人の関係をより深めることが期待されます。気になる人や彼氏が本物のツインレイなのか知りたい。ツインレイと結ばれて、幸せを手にするにはどうすればいいんだろう。ツインレイは魂の片割れであり、世界にただ一人しか存在しない特別な存在です。出会った瞬間に惹かれ合い、結ばれることで最高の幸福を手に入れることができる運命の相手です。しかし、気になる人や彼氏がツインレイなのかどうかを確信するのは難しいことです。ネットで情報を探しても、ツインレイとどうやって結ばれるかがわからない場合もあるでしょう。確かに、世界にただ一人しかいないツインレイと結ばれるのは容易なことではありません。ただ待っているだけでは結ばれることはありませんし、現世での統合は難しいものです。その上、偽ツインレイを選んでしまうことで、浮気や離婚といった結末を迎えることもあります。しかし、ここまで動画を見たあなたは大丈夫です。ここでは、大手企業や有名人も信頼する怖いほど当たる、ツインレイ鑑定をご紹介します。これは、ただの占いではなく、願望成就のプロが行う鑑定です。あらゆるツインレイに関する疑問を解決し、統合への道を導いてくれます。本物のツインレイかどうか瞬時に見抜いたり、相手の気持ちまで読み取るツインレイ鑑定。さらに、願望成就や波動調整によって、ツインレイと結ばれたり、本物のツインレイと出会うことができます。こういったツインレイに関することすべてを的確に読み解き、統合まで導いてもらうことができます。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。